そうですね。でもあれもしかしたらこれ以上やったら壊れますよ、うん、私がって言われる。そうですね、私もそう言われたらそっちかもしれないって思いました。私が壊れるのでできませんっていうね。そっちだったらしょうがないですよね。そうですね。そうですね、一人の人間を壊してまでね。ちょっと聞いてる実感は弱いとは思うんですけど、はい、一応そのこれって水分にこう働きかけて、はい、刺激がいってはいるので、はい、多分まあちょっと実感は弱くても効果はあると思うのでやっていきますね、はいはい、大丈夫ですか、はい、この辺のやっぱこの張りというか丸みというかが強くなっちゃってるのも良くないですよね。ずっと肩こりですか？最初は腰痛からですね。あ、もともとは腰痛なんですね。それがどんどん背中に上がって、はい、肩に上がって首に上がってみたいな感じで、あ、今全然腰辛くないんですよ。あ、腰悪くなっちゃうことは全然ないんですか？まあでも施術が時間が増えるとやっぱり疲れますけども、まあ一時的なもんですよね。あ、それが支障が出てくることはもうないですか？まあほぐせば1日2日で全然治っちゃうんで。なるほど。慢性的なのはないです。あ、そうなんですね。踏んでいいですか？はい、はい、これはどうですか？いや、普通に感じますよ。足は多分大丈夫だと思います、はいはい、気持ちいいですか？はい、あ、よかったです。背中、そのあれなんですね、その一層二層後ろっていうか下っていうか、はい、もっと先 そのかちょっと感知とか見たりができない部分で、はい、ほぐれないやつがいるってことなんですね。そうですね、ほぐれにくいというか。で、その、うん、大体この辺ですかとか聞かれても、うんうんうん、圧が届いてないから、はい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 、確認もできないんですよね。ああ、分かんないみたいな。はい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 。でもまああれですよね、そのそこまでしっかり届かせる圧を入れ続けるのは大変ですもんね、はい、うーん、でも多分うちに来てるお客さん、うん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 、多分俺より強者だと思うんですよ。もうそれ考えたら丹野さんすごいですね。そのなんかすごい疲れません、強者をやると。疲れますよ。ですよね。でもみんなこんな感じでやってるもんだと思ってたので違います、もう全然違うものをやってると思います。それもあの、はい、そういう人たちしか相手にしてないから、はいはいはい、比較できないじゃないですか。ああ、はいはいはい、はい、だから俺本当にこの、はいはい、なんか自分がダメなんじゃないかってばっかり思っちゃうんですよね。あ、いやいやいや、うん、そんなことは。で、施術時間なんかも、うーん、いやもう300分なんかできないしみたいな。あ、いやいや、でもそりゃそうですよね。その全力でやるのは300分なんか全然無理ですよね。で、みんなその、うん、割とその今日は400分やったとか500分やったみたいな投稿を結構見るんですよね。はい、確かにされる方いますね。そうすると、うん、わ、すげえな。自分で考えますからね、自分を基準に。俺こんなんじゃダメだなみたいな。いや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 。もうあれですかね、もう本当に角度とか場所とかじゃなく、はい、本当に圧力が必要って感じですよね。そうですね、その、うん、ピンポイントで探り当てた挙句、うん、そこを、うん、しっかりとガツンと抑え込んでっていう感じで、うんうん、多分
あの感じ、俺自分で受けたら耐えられないと思いますよ。痛いっていうかもしれないです。だからその結局自分のを受けれないんで、はいはい、まあ確かに。その分からないですけども、多分俺これ受けられないんじゃないのかなって思いながらやってます。なるほど。はい。でもあれって、あ、確かに結構入ってそうだなぐらいには見えるんですけど、はい、どんな感じなのかって多分受けないと本当分かんないんですよね。あれやっぱり動画撮っても分かんないじゃないですか。分かんないです、正直。で口で説明しても分かんないじゃないですか。うん、分からないですね。だから受けないと多分分からないんですよね。うんうん、分からないですね。首周りもやっぱり強くないとなんですか。首を腰だと思ってください。それができないんですよね、なかなか。怖いですからね、首を腰だと思うことは。怖いって言われても、はい、はい、そうなんですもんね。そうなんですよ。はい、これは腰なんですよ。細い腰なんですね。はい、これじゃ全然足りないってことですね。全然もっと来られてもっていう感じです。ああ、そうなんですね。はい、そっか。肘でやってもらったりしてますね。あ、そうなんですね。はい、いや、これはないですね。私にとってもちょっと初挑戦ですね。これは初挑戦ですね。波のがたいのいい人とは全く違いますね。別次元ですね。私結構大きい方もやってきてるんですけど、はい、大きい人硬い人って言っても、はい、なんか全然低い段階のでした。あ、もう丹野さんとは比べ物にならないです。小足だと思ってくださいって言われたこともないですし、大体受けるときはそう言ってます。はい、あ、そうなんですね。はい、辛くないんですか。なんか痛いとか、はい、苦しいって感じないんですか。押されててですか。うん、これで押されて。いや、別に何も。そうなんですね。はい、何もなんですね。何もっていうことではないですけども、はい、その辛さは何もないっていう。あ、はい、このぐらいとかですか。はい、まあ、そのぐらい来ればだいぶ入ってる感じはあります。はいはい、ああ、これは本当腰ですね。はい、腰の入れ方ですね。で、はい、これ今、はい、結構角度横から入れてるじゃないですか。そうですね、今横からで、はい、もっと後ろからの場合は、はい、もっと強くていい感じです。あ、本当ですか。はい、うわ、あ、でもまあちょっと下だとね、で丹野さんちょっとあのなんて言うんですかね、言い方あれですけど贅肉もあるので、はい、余計にちょっとこうブレやすいっていうか、はい、ガツンって入りにくくなってますよね。はい、これは仰向けの方がいいかもしれないですね。入れやすくはなるかも、はい、あの、うん、そうなんですね。自分でも、あのその手で揉んだりとかするんですか、首の周りとかって。あ、やっても意味がないんで、うん、全然やらないですね。あ、自分のあれですもんね、手の力ではかなわないですよね、全然ね。まずその角度的に無理ですよね。あ、まあ角度もそうですね。はい、そっか。だって多分結構握力ある方でもこう、この自分でやるってそんなかなかね。はい、で後ろからやりたいんで。はいはいはい、後ろ余計にそうですね。そうなんですよ、掴めないんですよ。確かに難しいです。あ、右がプロなんでしたっけ。プロというか変態。首もですね、足りない感じですよね、だとね。はい、今しかも実際なんか押さえてる感じしないですもん。なんかこう逃げちゃうっていうか、これ取られづらいですね。左の方は割と当たる感じあったんですけど、右がこうか、これとかですかね。弱いですか。弱い。当たってる感じないですかね。これですよね。まあ、それもですね。うん、それも。はい、
これはちょっと波大抵ではないですね、本当にね。割と聞く刺激だけでやっていくのは難しい、まあ、まず聞かせるのが難しいんですけど、はい、そういう押すってやる今の感じでやっていくと余計硬くしていきそうな気もするので、はい、なんかこういうちょっと地道に左右差をなくしていくとかをしていく方がなんか取れるのかなって気がしますね。体重ってなんかあれでしたよね、その通用しできるように増やしたっていう面もあるとおっしゃってましたよね。そうですね、やっぱりその、うん、結構強く要求されるんで、体重がないとやっぱり押せないじゃないですか、物理的に。そうですね、物理的に必要ですよね、はい、なんでちょっと増やしました。なるほど。増やして、はい、なんかより辛くなったとかってことはないんですか？あー、でももともと辛かったんで、あ、今増やしたからといってっていう部分はそんなに感じないですかね、うん、そうなんですね、はい。